いや、絶好のチャンスを作っているファイターズです。ここで大谷の登場。さあ大谷がどう出るか。そうですね、17打席ノーヒット。おお、セカンドだけ下がりましたね。ですね、ショートはさっきよりも浅めの守備位置を取ってます。山崎、初球からいった。バルデリスのグラブを弾くような勢いで大谷は二塁に向かう。タイムリーツーベース、18打席ぶりのヒットが先制のタイムリーヒット。いや、久しぶりに大谷らしい一撃出ましたね。そうですね、これ初球カーブ、はい、絶対頭ないんですよ。ストレート待ちながらこれ反応で打ってるんですけど、はい、この辺はさすがですね。ですね、はい。左への打球っていうのは大谷結構多いですけど、いや、これは久しぶりの会心。今もこのポジショニング見れば、はい、やはりセカンドだけ下がりましたよね、はい、引っ張ると順調にはまるんですよ。逆に、ね、流せばヒットゾーン広いですから、はい、その辺もこう意識しながらの打席だったかなと思いますね。なるほど。